皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。えー、本日はですね、ポンピオさんのご予定でございます。よろしくお願いします。では、参ります。はい、参りますと言ったばかりなんですけれども、速報でございます。えー、ポンペオ国務長官がツイッターで1週間後に辞任するというツイートをいたしました。こちらになります。 はい、えー、個人用のですね、えー、まあ、ツイッターアカウントを、本当は宣伝しちゃいけないんですけどね、えー、まあ、こっちに降ろしてくれということです。はい、えー、ただまあ,あ、これはこれとして、ちょっとこの後の動画は、その前にお作りしてるんですけれども、その動画は、あの、一応流したいと思います。まだ一週間ありますので、よろしくお願いいたします。 はい、えー、ポンピョウさんがご予定を変更されましたということで、えー、国務省のホームページで発表されました。こちらになります。はい、内容的にはですね、えー、次期政権への移行をスムーズに行うために、20日までの外遊の予定を全てキャンセルしましたという内容でございます。はい。 でえー、とこれに伴いまして、なぜかアメリカ国連大使のケリー・クラフトさんの台湾訪問も中止になりました。でそれは台湾側のメディアで出てます、こんな感じですね、はい。なぜケリー・クラフトさんの方が中止になったのかというのだけがちょっと謎なんですけれども、えひとまず別のニュースでは、えー、政権以降が理由ではなくて、今回1月6日の暴動があった件でですね、 え、諸外国側からちょっと印象が悪いので、今回は、あの、目立ちたくないというところでですね、えー、ちょっと今回キャンセルしてくれというような、ああ、向こうからの要請が来て、それに応える形でキャンセルをしたというようなニュースも出ております。はい。で、えー、これをもちまして、 えー、ポンペオさんのですね、国務省での仕事がもう政権以降だけになってしまって、これ事実上の、あもう白旗に受け取れるのかというと、全然そんなことはないです。えー、なぜかと言いますと、ちょっとこちらをご覧ください。えっ、ー、とですね、ポンペオさんが行かないだけです。はい。スタッフが行きます。ので、 えー、国務省トランプ政権としての国務省の仕事は、えー、全然続いております。で、その上で、私実はこのポンペオさんの今回の今週の外遊っていうのは実は注目したんですよ。なぜかというと、ブリュッセルに行く予定だったんですね、ベルギーのブリュッセル。で、ここはですね、NATO の本部があるんですよ。NATO がどうのこうののこではなくて えー、NATO の本部があるということは、NATO に加盟している国の人たちがいるということですよね、とか当然、イタリアもいるということですよ。で、イタリアと接触するんじゃないかと思っていて、これがキャンセルになってしまったということで、あっと思ったんですけれども、先ほどご覧になっていただいたので、別の人が行きます、ブリュッセル。 はい。なので何も変わっていないということですね。逆に言うと、ポンペオさんが国内にいて欲しいような状況があるのかもしれないというような捉え方を今しております。それが何なのかはわかりませんけれども。ただやっぱりですね、ケリー・クラウトさんがなんで台湾行かないのかっていうのだけは、わかんないですね。中国がめちゃめちゃ反発してますので、ただそれに配慮するとは思えないので、何かしら別の理由があるか、 で台湾が断るとも思え,思えないじゃないですか。ちょっとここはわからないと言ったところですね、えー。ということで、ポンピョウさんのご予定が変更されましたということでございます。で、次がですね、えー、本日1月13日の早朝ですね、テキサス州アラモでトランプさんの演説がありました。 えー、23分ぐらいですね。結構長かったですけど、ほとんどずっと壁の話とアメリカンジョークを飛ばしてたというような内容でございました。ただちょっとですね、お疲れだなーっていうのはありましたけれども、まあでもそれなりに笑いもとってたので、絶好調ではないんですけれども、まあまあまあ,まあっていう感じですね。で、えー、その中の結構序盤の方かな序盤の方で、えー 今回、弾劾か、弾崖の件で、ペンスさんの憲法修正第25条の件があったじゃないですか。トランプさんを解任手続き、副大同としてできるっていう特殊な法律ですよね、えー。それは私にとってリスクはないっていう話をしたんですよね。えー、ゼロリスクだっていう話をした。その文脈の中で、えー、私にとってはリスクはないけれども、 バイデンさんやバイデン政権にはブーメランになって帰ってくるよっていうことを言ったんですよ。で、その時に使ったのが、ジョー・バイデンザ・バイデンアドミ・アドミニストレーションということで、バイデン政権ですね。という言い方をしました。で、えー、結構ここ、これ、初めてだと思うんですよ。トランプさんがバイデン政権って言ったのは。なんで、まあ、あの、これをもってですね、もしかしたらですね、結構、 あの寂しい思いというか、こう辛い思いをされてる方がいるかなとは思うんですけども、私はですね、特に何も思っていないというか、今まで、あのトランプさんだけが言わなすぎたんですよ。他はみんな言ってましたもん、バイデン政権というのはもう言ってましたし、はいあの、次期大統領とかっていう言い方もしてましたしあの、国防省ですら言ってんですから、トランプさんだけなんですよ、意地張って言わなかったのが。 でそんな言葉のあやなんで、あのー、作戦とか、今進めてる戦略とか,とかは全く別の話なんで、いや、いいんですよ、そんなことは。なんですけど、トランプさん、やっぱ性格上、多分そういうの嫌だと思うんで、言わなかったのが、まあ、お疲れもあったと思うんですけど、ポロっとその23分間の中でちょろっと出てきただけです。ははいなので、あのー、私は、えー、何も 気にしてないですねそれよりもここ数日間でトランプさんが最も使っているというか最も出しているメッセージは何かというと暴力はダメだというメッセージです、えー、つまり、えー、アメリカをですね動きやすいように1回、あのー、温度を下げよう下げようってずっとしてますねで今回のこのテキサス州アラモのスピーチもですね一般の人はあの入れなかったみたいですなんであので防弾のガラスもありませんでした メディアはちょこっといたと思いますけど、あの、実際映像があるので思うんですけど、基本的には関係者だけの前でのスピーチだった。その割には結構笑いは取っているという感じではありましたけれども、<laughs> 23分間ですね。はい。ということでございます。なので、アラモの件で結構、あの、キューとなっている方がいらっしゃるんであれば、結果はどうであれ、そこはあんまり気にするところではないのかなと。 いいう気がしておりますはいえー、そして、またイタリアに戻るんですけれども、イタリアのレオナルド社が、なんか軍事衛星かなんか使って、バイデンさんとトランプさんの票を入れ替えてたっていう話があるじゃないですか。で、イタリアで結局捕まって、えー、先制供述書も出てきて、えー、っていう話ですねで自分のあの、自分と自分の家族の安全を100%保証するんであれば、証拠は全部停止すると。 いいうことが先生教授に書かれれていたわけけですけれどもであの情報が全く出てこないです。全く出てこない。でただですねテレ、テレビ、マイナーテレビだと思うんですけど、ネットテレビかななんかで放送もされていてで、えー、それを告発した人っていうのは、名前も何なら電話番号まで割れてる人が、こういうことがいたりありましたっていうのを情報を提供してて、先生教授も出てるんですよね。えー、で先生教授 インチキで作ったものでであれれればそれはそはもうこれなので <laughs> え私はあの情報は確かかじゃないかなといいとうふうに思ってるんですねもうあれすらも確かじゃないってことになるともう本当にもうよう分かりませんけれどもはいということであれが全然出てきてないんですよでその上で、えー、ブリュッセルっていうポンペオさんがブリュッセルっていう情報があったので、えー、何かしらを話しつけに行くのかなというふうに思ってたんですねで その上で,ですよ、その上で、えー、ラトクリフ・レポートによる大統領令13848が発令されて、今回はデルカッチさんのお仲間ということで、えー、ウクライナのです、ね、ハンター・バイデンさんの件をたきつけるなっていう内容で、バイデンさんに有利な形で発動されました。問題は、この初動の内容は関係ないです。バイデンさんに有利だったとか、ハン,ハンターさんに有利だったとか関係ない。 13848が破発令されたということが大事なんですね。で、その上で、イタリアのが眠っていると、保健が眠っているというところだ,だと思うんです。はい。で、その上でさらにトランプさんが、今落ち着いてくれと、暴力がダメだ落ち着いてくれ、癒しが必要だということで、沈めよう、沈めようとしているわけですね。はい。なので、うん。なんかあるんじゃないかなと思います。で、 ええとですね、JCU さんでしたっけなんか YouTube の方が、あの、このラトクフリフレポートというのは、実は3つあって、グレネルレポートとラトクリフレポートとズローフレポートっていう3つがあって、で、このうちの1個のズローフレポートっていうのが、残りの2つのこの選挙の外国勢による選挙不正っていうのは、実はなそんなもんないよと、作り話だみたいなことを言っている内容になってて、それを上院の情報委員会の マルコ・ルビオですよね、委員長が。マルコ・ルビオさんがあ、この、あの、関係ないよっていう、どうってことはないよなっ言っているレポートを採用してしまって、実質、そのラトクリフレポートが機能していないっていうお話を、まあ、されてたんですよ。じゃあなんで発令されたんですかね、13848。ということなんですよね。一応バイあの、バイデンさんに有利なことで発動はされました。 発動はされましたけれども、発動されたんですよね。トランプさんの名前で証明をされたんですよね。13858。はい。で、外国の選挙介入が重篤な選挙介入があった時に発動されるものが発動されて、実際資産凍結がされたと。まあ、まだされてないのか。わかんないですけど、まあ、7人がその名前が上がったということなので、あの、そこ、そこのところは舞台は整ってるはずなんですよ。はい。ということで、あの、まあ、 あの私からすると、えー、本日というか、1月、日本時間で1月13日は、何もない1日だったなという、ドキ,ドキするして待ってるだけの1日だったなというのが、まあ、えー、正直な感想かなというところでございますね。はいまだあの1週間 ありますので、えー、まあまあ、全然ちょっと待っていきたいなと思います。で、あと、アメリカの軍の,そのトップの人たちがですね、今回の北海議事堂の,、まあ、あの警備の人たちを激励するようなやつに、メモみたいなのに全員サインをしたっていうなんか書面が出回ってますけれども、まあ、あれもどうってことはないですね、はい、深読みできるっちゃできる文章なんですけれども。 普通に読める文章でもありますので、バイデン政権に、まあ、正常に移行するために、えー、まあ,あの、ちゃんと頑張っていこうよっていう。で、最後の文章のところがですね、結構意味深な感じではあるんですけれども、まあ、あんま関係ないかな。軍人さんですからね、えー、そういう、なんですか、情報を,を遊びというか、あの政治家とに対してとか、民衆に対してそういう情報遊びのメッセージみたいなのは、私は出さないと思うので、 えー、単純な軍人としての、まあ、事務仕事としてやったということだと思います。はい、でちょっと最後に付け足しなんですがフロリダ州の共和党議員のランディ・ファインさんという方が、えー、ちょっと翻訳して読んでないので。あのー ツイッター情報でしかないんですけども、一応ですね、書面はこちらになるんですけども、フロリダの議会に多分提出したものだと思いますけれども、フロリダ州でアマゾンとツイッターとアップルとグーグルとフェイスブックを使わないと締め出すというのを議会に提出した模様です。はい。中身すみません。ちょっとあの翻訳する時間と労力が <laughs> なくてですね、やってないんですけれどもお、まあ、本当にやっぱりこの理不尽なですね、特に、まあ、ツイッターですけどね、トランプさんのアカウントを探る。 削除するとは何事だってことなんですけども、はい。えー、本当に怒ってる人はいるんだぞと言ったところですね。ちなみに、えー、ブラジルの大統領も激怒でございますけどもね。はい、えー。ということで、 ちょっとですね、1月13日は、えー、あまり動きのない、えー、アラモのスピーチもですね、まあ、聞いていただければでも分かりますよ、アラモのスピーチ。ちょっと、あの、心を痛められてる方というか落ち込まれてる方は結構いると思うんですけども、聞けば分かります。はい。あのー、ずっと壁の話してる、ます。はい。えー、ということなんで、えー、まだまだですね、えー、まあ手っても振ってもというか、1月20日、 に就任式そのものは行われる確率が、まあ、ちょっとだけない確率もあるんですけどちょっとだけあるんですけどもおおむね怒られると思いますでその上で問題はトランプさんが今回のおいわゆる不正を働いた輩たちをお今後も追及していくと戦うぞという時には我々はどういう姿勢を取るんだと。 いうところになってくると思いますので、えーえー、今日のぐらいの情報では一喜一憂せずにですね。見守っていきたいと思っております。はい、本日の内容は以上になります。ご視聴ありがとうございました。